奇跡、それは簡単には起こりえない。だが日本バスケットボールリーグ最高の舞台で奇跡を起こした男がいる。ブザービーターのスリーポイント、河村。日本人バスケットプレーヤーにドヤレ選手が出てきましたね。頭の中ではもう入れとしか思ってなかったんですけど、いや本当にあれほど気持ちいいところはないですね。リーグ加盟わずか2年目のチームを栄光へ導いたエース河村拓哉に迫る。リンク栃木ブレックスの劇的な初優勝からおよそ5ヶ月、新たなシーズンの開幕を前にチームのエース河村拓哉は愛心との激闘をこう振り返る。全部の試合が逆転して勝ったゲームだったんですけど、今ではこう負けてる方が栃木は追いかけるのが追いかける気持ちを持って戦えるから強いんじゃないかっていうふうに今では言えますけど、やっぱ負けてると追いかけなきゃいけないので、それ普段以上に体力を使うし、メンタル的にもここで折れちゃダメだって我慢することもかなり長い時間あったので、鬼の形相で立ち向かってくる愛心、そういうのはやっぱレギュラーシーズンは見れない姿ではあったので、かなり今日はまずいなという印象を持ちながらも絶対負けたくない。3点ビハインドで迎えた第4ピリオド、残り6秒、最後の望みをエースに託す。最後は彼が決めてますし、彼が入んなければしょうがないし、入ったら延長戦だし、もうチームみんなが彼に託しました。こいつなら入れてくれるんだろうともう思ってました。打った瞬間は、あ、いい感じだなっていう、この指先を離れた瞬間のタッチ的にはかなり、あ、もしかしたらっていう気持ちはあったんですけど、ただ状況が状況なので、頭の中ではもう入れとしか思ってなかったんですけど、みんなが勝ちたい気持ちが一つのプレーになって、たまたま最後のシュートが僕だったって僕は思っているので、ただその本当45分の中での一つのプレーだったので、だから本当に僕はその8点とか10点離されてる場面で残り5分とか3分やってる時に追いついたチームを評価してほしいし、本当にあのプレーはワンショットに過ぎないので、そこはみんなに分かってほしいなと僕は思います。最後の試合は、もちろんブザービーターとかも決めたんですけど、その前のスリーポイントでいい感覚で打てたのが最後にも繋がったかなと思ってますね。河村は自分のプライドをかけたシュートが劇的な同点ブザービーターの一つ前にあったと話す。必ず自分が自分にボールを欲しいっていうことは胸にするんで、必ず仕事をするかなっていう自分のやっぱポジションのプライドがあったし、もしもそれでシュートが外れてしまっても自分は仕事をやったという気持ちを持ってコートされると思ったし、やっぱそこは自分のプライドをかけて大きな責任もあるけれどもやらせてほしいということはトムにも言ったしみんなにも言ったし、そこで
あげくにチャンスを与えてくれたトムには感謝するし、みんなにもパスくれたことで感謝してますね。いやもう本当に気持ちがすごい強いと思うし、あいつも言ってたと思うんですけど、その自分で責任を取るっていう、そういうメンタルを持ってる選手はなかなかいないと思うんで、まあ、そういう選手がチームメイトでいるっていうのは僕もそうですし、他のチームメイトもすごい嬉しいことです。最後のシュートやっぱタクがいいシュート決めたんで、まあ、タクかなと思ったし、これはお前だよって、はい、ただ僕は両夫セミファイナル1試合見てきませんし、そこでチームを引っ張ったのがユータさん、そしてセミファイナル第3戦パナソニックとの試合で逆転までチームを引っ張ったのがユータさんだと思うし、僕の中ではかなり安心感を与え、チームに安心感を与える存在であったので、心よく MVP と言えましたね。初の優勝パレード、初のビームかけ、すごかったらしいですね。すごかったですね。テレビでよく見る光景がね、自分らでやれたっていうのは、本当に貴重な経験だし、あれを味わうと、もう一度、見るよりは自分らがやる方が、すごい気持ちいいし、ただあの後のビールかけの後の体の匂いはやばいっす超臭いっすよやばいっす。まあでもそれもいい思い出ですね。そうですね、はい。バスケ始めた頃っていうのは日本一っていうのはどういう風に捉えていた？いやそんな始めた頃はそんなに意識はしてないですね。ただ僕はなんで体育館に行ってたかって、リングにボールが入るのが、入れるというのが楽しかったから行ってて、多分その時からこうシュートにだけは負けたくないというか、どうやったら全部のシュート入るんだろうなっていうことばっか考えて体育館行ってたんで、そんななんかこう日本一とかなんか一番になろうという感じではなかったですね。初めての日本一。そうですね。ですそのついてはどうですか？いやもう脱力感でしたね、終わった瞬間は。嬉しいというよりは、やっとここまで来れたんだなっていう、まあ、やっぱハードなゲームが続いてたのもあったし、やっとこう緊張がほぐれたっていうのもあって、ここまでやっと来れたなとこうしみじみ感じる中、こうやっぱりみんながわーってこう言っているので、そこでやっと日本一になれたんだなと感じましたね。だから僕はこういい選手だいい選手だとこう周りから言われ続けてきた中でも、でも勝てなかった、チームを勝たすことができなかった存在にいたので、まあ、あの時はかなり、まあ、ほっとしたというか、なんか、まあ、少し肩の荷が下りたというか、まあ、これからはやっぱりどんどんあの気持ちを忘れずに、もう一回の気持ちを味わいたい気持ちを持ってやりたいなと、その、まあ、2、3日経ってから思いましたね。あれを奇跡のシュートと皆さんおっしゃってます。川村さんにとってあのシュートはどうでした？奇跡でした？奇跡と自分で言うのは嫌ですねまあそれなりにいろんな経験を重ねて、こうああいう場面で出たシュートだと思うし、あのシュートなんすかね
やっぱ自分がこう選手として生きていくために大きなステップを踏める一本のシュートではあったんですけどね、まあ、あれでこの先決まるというわけじゃないけど、ああいうシュートを決められるような自分が徐々にできているなというふうには思っているし、やっぱ逆にああいう場面で決めなきゃいけないのが今後の大きな自分の仕事なのかなと思うし、まあ、あのシュートだけでいろんな考え方ができるようになったので本当に入ってよかったです